おはようございます。おはようございます。本日はですね、ちょっと珍しいんですけど、珍しいですね、こちらでちょっとやってみようかなと思って、まあ、心拍ばっか続いてたから、心拍ばっか続いてたんでね、ちょっとこういう馴染みのあるもので、でかい、まあ、取引風、あの株立ち風の、株立ちで、こういうやつ、取引するってことですね。取引すればいいんですよね。あ、それか、あとはこう、粘りを見せて、粘りなんだ、さっき取引だったのに。分身風に細く切ってですね、なるほど、やっていくかっていう、ちょっと今悩んでるんですけどね。そうですね。この辺がなんかこの天神がいいです。天神なんだ。今日はね、珍しく図書をちょっとやってみたいというふうに思います。図書はですね、昔はみんなあの大和書のこう触ると痛いやつ、あれをね、図書って呼んだんですね。初書であって、ネズミ刺しっていう言い方もするんですよね。ネズとか、ネズとかね、ネズミ刺しとかって、こちらがあのいわゆる大和書ってですね、本来の図書、はい、だから陣なんかもちょっとツン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 とこう出るようなね、陣をしてるんですけど、こういうが本来の大和書、ネズミ刺しってやつですね、はい、でネズミ刺しが立ち書って言われるんですね、はい、でそれに対して廃書って言って、まあ、地べたに這うような柔らかい葉っぱの図書っていうのが出てきてて、で当時はだから、図書っていうともう硬いもんですから、柔らかい紫図書なんていうと、これはもうこれは紫図書だよみたいな、そんな言い方をしてた。どちらかというと園芸種的な柔らかい葉っぱのやつはですね、呼び方をしてたんですけど、ですから商品盆栽流行ってからだと思うんですけど、割と商品やってる方は図書結構人気があって、ね、うん、ここだから10年とか15年ぐらいからかな、どっちかというとこういう図書がね、むしろ多くなってきて、小さい大和図書なんていうのは少ない、そんな感じですよね。この柔らかい葉っぱのやつは、ハイネズですね、ネズミ写真に対して、ハイネズって言い方をして、はい、そういう言い方をします。なんかハイトショーでもいい気がするんですけど、ハイネズって言うとネズミが張ってるみたいになっちゃうけど、でハイネズも何種類かあって、その紫トショーだとか、白トショーとか、トショー法とか、だからこれが八つぶさトショーですね。八つぶさですね、動画でやったやつですね、フェスで新藤さんが、ね、そうです、出して、男気のある Q さんが、男気、これ、わっと買ったやつですね、最後。わかりました。ね、残ってて。で、おそらくね、これは図書法じゃないかと思うんですね。図書法？図書法。それはちょっと幅が大きいですね。そうですね。そっちより。そう。だから、ものすごい今、幅の種類がたくさんあって、なんとか製図書とかね、そういうなんとか書の図書だとかって、いろんなのが出てきてるっていう。まあ、ですから、これが、まあ、特に商品の世界ではもう一般的になってきたっていうことですね。そのハイネズっていうかね、葉っぱの柔らかいやつが。痛いんでね、針金かけて、本当にね。それでこれなんですけど、まずちょっと汚いなんで、まあ掃除をしてですね、正面をどっちにしようかなっていうのが非常に悩みどころなんですね。その木を今日作ると、うん、そうですね。今日はこれをちょっと作ってみたいと思います。その木を作るんですね。これを木を作ってみたいと思います。で、これもね、鉢が面白かったんで売らなかったんですね。いっぱいフェスの時に仕入れたんですけど、はいはいはい、素人賞と図書法をいっぱい仕入れたんですけど、ほとんど売れちゃって、これは鉢が良かったんで売らずに取っておいたやつなんですけど、ちょっとね、やっぱりこの辺のシャリがね、単調なんですよね。そうですね、うん、なんでこっちを見せるんだったら、こう変化をつけて、見せるということと、こっちはですね、水水が少しだけ見えるんで、まあ、ギリギリ見えるんでいいんですけどね、はい、ここら辺の面白みがあるんですよね、この辺のキューっていう、これこう後削っちゃうと思ってるんですけど、そうするとシャリがこっち行ってこっち行って、あ、陣か、こっち行ってこっち行ってっていう感じで面白い変化が見えるんで、ここのいいところはこっちで、多分ね、こっちで一回作ったんじゃないかと思うんですけど、あの針金、ね、外したんでね、今日はちょっとこっちからも見れるように作れるかなということでやっていきたいと思います。わかりました。はい、じゃあちょっと幹洗いからちょっとやっていきましょう、はい、準備万端なんで。準備万端、はい、じゃあまずは幹を、まずは幹洗いから。高圧洗浄機です。高圧洗浄機ですね、はい、大体強さは調整してありますので、はいはい、ちょっと一回、怖いんで、はい、ここはね、彫刻刀で削ろうと思ったんですけど、はい、皮剥いたら剥けそうなんで、ちょっとこれで高圧洗浄でちょっと剥いちゃいますね。皮を、はいはい、もし水水残ってれば削ります、はい、ああ、水水あった、うん、じゃあちょっと彫刻刀で削りましょう、はい、あ、この辺が取れない、ちょっと取れないところがあるんで、一回、彫刻刀で削ってから、本当に細かい隙間に入ってるやつですね、うん、きっとね、そう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 、
続いて彫刻なんですけど、本当はね、ハンディのルーターがあるといいんですけど、はい、ちょっと今日置いてきちゃったんで、ちょっと大型の。そんな。いや、わかんない。やれるとこまで。こんな大きな刃。大きなやつで。ていうか、これが一番ちっちゃかったんで。やりたいのはやっぱこう、曲線、ここがね、まっすぐこう、これがこのまま上行っちゃうんで面白くないんで、これ少しこう、斜めにしてるんですよね。こう、ねじった感じを出してる。はい。でそこら辺をもうちょっと強調したいなっていうことを。ここの際はね、少しこう へこむぐらいに本当は削った方が良くて、はい、ここをずっと削った後、できるだけこう斜めに行くような感じですかね、うん、で、こっちはね、一番問題なのはここがまっすぐ見えちゃうと嫌なんで、多少ちょっと作為的なんですけど、ここを少しこう変化をつけるような感じでちょっとつけようかな。このまっすぐがね、やっぱ気になるんですよ、こっちはね。これはまあ、ブラシみたいなやつで少し磨いてみて、木目が出ればって感じですね。あー、冷たい。ちょっとこの辺を。こっちは危ない。塗装は硬いんですか？硬いですよね、はい、だから塗装に心拍を継ぐ多いですね。多いんですよね。だから塗装の陣の方が、なんか荒々しい感じですね。荒々しいんですよね。ただ先ほど言ったようにこの、枝がツン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 って出るような特徴的な陣シャリをしてるんで、そうですね、うん、塗装に継いだ心拍はね、なんとなくやっぱり分かっちゃったりするんですよね、うん、分かりづらいのもあるんですけどね、はい、ちょっとこうですね、先ほど直線的で面白くないんで、はい、少しこう変化をつけた感じで、はい、ちょっとまだね、ここら辺がまっすぐだと面白くないんで、こっち側へ帰ってからこういったような、これもなんかこう、ちょっとうねって見える、うねって見えるみたいな、単調だと面白くないんで、ちょっとこう変化をつけるような、そうですね、これ辺もずーっといってもいいんですけど、こう深いところをいくつかこう削って、でこういうところはこう強調したいんで、ここら辺 の際をこう削りたいんですね。ここら辺の際とか、ここら辺の際とかっていうところですね。これは多分前に細いルーターで削った後だと思うんですよね。こっちもこう少しこう斜めにね、ここら辺ちょっと削ったんですけど、はい、でもう少し自然味を出すために、今度はブラシに交換して、ブラシこの道具がない人は、まあ、高圧洗浄機はブラシでこう、削る、真鍮のブラシ、そうですね、この作業は彫刻刀でやる、そうですね、彫刻刀でもいいですし、先ほど言ったハンディのっていうか、もっとちっちゃいやつが、ルーターが売ってますんで、はい、そういうやつでやった方が、でもそんな高くないですもんね。そうですね、1万円前後で買えるんじゃないですかね。だからこれなんか大きいんですね、これはね、こういうのしかないから、本来こういうのつける、電源になってるんですよね。本来こういうのつける、そうこれが機械ですけどね、これをつけて、寒い、行きましょう。これは磨いてる、そうですね、なんかこう木目を出すようなイメージですね。どうしてもね、彫刻刀の跡がこう残っちゃうんで、こういうやつでこうなんか自然味を出していくってことですね、木目にね、見せるように。ちょっとやっぱでかいですね。でかい。どうでしょう、なんか木目の感じがこの辺出たような気もするんですけど、そうですね、この辺の。そうですね。うん。こんな感じになるんだ。そうですね。なんか細かい線みたいなのがいっぱい入るんで、そうですね、これもそうですよね、なんか細かい、変な話だから木目作れるみたいな、そうですね、木目作ってるんですね。あ、そういうことなんですね。木目作ってるんです、磨いてるわけじゃない、あ、じゃないと木目を作ってるんですね、すいません。だから違う流れで削っても、うん、それでなんとなく自然に見せるみたいな、そうですね、あとは彫刻刀で一回削ってからね、この辺もなんかこう飛び出た感じが出たと思うんですけど、うん、はいはい、まあとりあえずこんなところで、はい、はい、でちょっともう一回高圧洗浄やってみましょうか、はい、じゃあ幹洗い終了で、はい、はい、こんな感じに、こんな感じですね。あとは彫刻を少し、シャリもこういう感じでできてて、まあ一周ぐるっと変わって、こっち行きながらもここ帰ってる感じで、こう繋がっていくと思うんで、ここを繋げたいんですね。
ここですね、さっきこう向けちゃったんですけど、はい、ここからこう行くとすごくこのシャリの捻転してこっちこう行く感じが、ここからまたね、おそらくここも行くと思うんですよね、うん、これまでちょっとやってみたいなと。わかりました、はい、上まで伸ばすってことですか。そうですね、これ石灰溶合剤ここね塗りたかったんだけど、ちょっとここを向いちゃうと、うん、そうですね、うん、削ってなければ溶合剤塗れた、塗れたんですけど ね、うん、ちょっと今日はシャリでシャリの方をやると。塗装はあれですね、あの同じ白芯で心拍と、はい、同じように見られるんですけど、実は性質が結構違くて、まあ、特徴としては水も好むし、肥料も好むし、意外と寒さに弱い。心拍と違うのはね、こう、まあ後で針金かけしますけど、はい、結構枝が急にポロポロ枯れるんですよね、あれっていう。特にね、差し枝だとか、昔は山木のいい木を先生に譲っていただいたんだけど、一番いい枝枯れてね、結構それトラウマになって、で一つ枝がボツッといくとどん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 こう枯れてったりなんかして、意外と難しいんですね。なんか気難しいイメージはあります、そうなんですね。あんまりで、そうね、そう言っちゃうとまたやる人減っちゃうところもあるんだけど、だから意外とね、ハイネズ、はいはい、うん、葉っぱの柔らかいやつは方が丈夫だと思いますね、育てやすいと思うんで、そこら辺はぜひチャレンジしてもらって。結構好きですけどね、年をね、あの結構好きな方多いんですよね、うん、何がいいかって言われたら難しいですけど、うん、まあやっぱりなんかこう男っぽい感じがするんですかね、うん、チャリは正直心拍よりはかっこいいかなと僕は思います。いいですよね、うん、何なんですかね、心拍がやっぱり強すぎるのかな、うん、育てやすさもあるし。あ、そうですね、植え替えして枯れちゃったみたいな時も。あ、そう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 、図書はね、そうなんですよ、植え替えして注意しなきゃいけないのは根をあんまりさばけないっていうのがあって、うん、だから時期もまあ心拍と同じように少し暖かくなってから6月ぐらいとかでいいと思うんですけど、あの植え替えする時の根のさばきっていうのはちょっと注意しないと、ね、太い枝、根ですね、見ちゃいますよ ね、あんまり切らない方がいい。そう、切らない方がいいってことですね。あとは針金掛けする時も結構導線嫌がるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、導線でもいいんですけど、ちょっと針金嫌がるとこあるんで、私なんかアルミ線で掛けますね。嫌がるっていうのはどういうことですか。いや、それによって掛けて傷む、枝が傷む。もともと枝が枯れやすい中で針金かけるんで、強すぎちゃうってことなのかな。かけるのもね、だから少し隙間を空けて、あの緩めにかけたりとか、ゆってやるんじゃなくて少しこう遠めに針金を持ってかけるとか、すごくやっぱりプロの方もあの気を使いますね。あの、一番やっちゃいけないのはねじっちゃいけないんです、針金かけた時に枝を。あ、そうなんですか。そうなんですよ、これも心拍と全然違うところ。心拍とか末類は割とこうねじりながらやっていくと、う、ね、こう繊維が、うん、あの折れずにいくっていうんですけど、多分だからこれ想像ですけど、水水と中の芯が剥がれやすいんじゃないかと思うんですよ。あのねじっちゃダメよってのはよく言われましたね、うん、そこはだから注意ですね。今日のお弁当の、お弁当じゃないよ、お弁当って。お弁当じゃ、おかずにします。おかずにしてください。はい、でもねじれてる、幹とかねじれてるじゃないですか。あ、そうですね、でねじれながらで結構やっぱり足元枯れてるのが多いっていうのは、それともあるかもしれないですよね。足元が枯れてダーッとこう、あの陣が突き刺してるようなやつが結構多いんですよね。多いですね。もしかしたらそういうやっぱり障害に起きやすいというか、うん、全部が枯れるわけじゃなく、うん、一部剥がれたところの枝が枯れるみたいな感じなのかな。そうみたいですね。難しいですね。難しいんですよね。だからあんまりそればっかり言っちゃうと、あのだから園芸種っていうかね、最近のあの図書は割と丈夫だと思いますよということで、うん、ただ今言ったあのねじるとかはね、注意した方がいいですよね。剪定だって下手すとね、ちょっと怖いなと思うぐらいなんで、まあ長いのはもう切るしかないんでね、しょうがないんですけど、まあ、極力目摘みで作っていくっていうことですね。そうですね、うん、目摘みをね繰り返していって、これなんかもちょっと全然もう紐になっちゃってますけど、こういう積んでって、はい、変な話、目摘みと、うん、ハサミ、うん、で作れるかもしれないですね、うん、そうですね、ハサミ作りっていうのが向いてるかもしれないですね。だから
まあ、ミニとかには向いてるのかもしれない、うんうんうん、そうですね。だからあと針金も下げ、あの枝下げるっていうのも、例えば引っ張って下ろすとかね。そうですね、うん、あの全体引っ張って下ろすとか、細かくかけるんじゃなくてね、うん、そういう方がいいかもしれないです。そういう方がいいかも、かもですね。と言いながらこれから針金をかけるんですけど、うん、はい、こんな感じ。あ、でもね、ここなんかこの辺はなんかふにゃふにゃっとなったんで、はい、はい、この辺ですね。はい、いいかなって感じしますね。はい、ここだけあって両方線塗ってみましょうか。この辺だけね、はい、この辺途中でやめて、うん、さあ勝負の針金掛けですね。両方から見れるようにくれるといいんですけど、まあベースはこっちかな。そっちの方がやっぱりなんかこの辺が面白いですね。こっち、うん、面白くなったと思うんで、まあもともとこの変化はこれまで面白かったんですけど、やっぱつなげたことで、うん、こう動きが出たっていうかな、ギュッっていうね。で、水吸いもいいですよね、この辺の感じが。はい、これ流れは右流れじゃないですか。もう右ですね、もうしょうがないですね。変えてきそうな感じもするじゃないですか、ね、左に。うん、そうですね、こっちにね。そうそう、うん、だからうんどうするのかなっていう。そうですね、とりあえずこちらの流れでやってみます。はい、起こせばね、こっちもあるんですよね。そうですね、この辺は好み、好みですね。僕なんか起こしちゃうかな。うん、そう言われると。いやでも圏外みたいにするのもいいですけどね。うん、圏外はね、ただね、ちょっとこうやっぱりまっすぐすぎちゃうんですね。そうですね、うん、なんとなく上から出てるじゃないですか。うん、だからね、幹より下げたいですよね、どっちかっていうと。そうですね、返しますか、思い切って返しますか。ね、そうしますかね。枝のね、位置的には返したくなるような、うんうん、そうなんですよ。これがあまりにもこう長いんで、はい、そのままこういくともうダラーっとなっちゃうんですね、うん、少しこう起こしてこう返す方向で振ってみましょうか。はい、いいですね、確かにね。清流ってね、盆栽美術館にあるんですけどね、ダ、うん、ーっていう流れのやつも、あれはあれでは一つの見方としてあるんですけど、うん、ちょっとこっちで帰ってみましょう。そしたら、ちょっと逆に枝はこっちの方はあんまり長くない方がいいっていう形になってきちゃうんで、天神にするためみたいな。あ、いやいや、こっちながらでこれが差し枝になってきますんで、はいはい、こっちの枝がちょっと長くなってきますね。あ、長いね、長いってことですね。九三パン採用ですね。採用ですされた。なんかもしこうあるなら、うん、この下にあったらいいなっていうのがあるんですね、うん、これが。そうですね、そうですね、さすがですね、九三、その通りですねって感じがしました、うんうんうん、私はね、そのさっき言った清流をね、うん、なんとなくイメージしたんでいいんですけど、長さがね余計強調されちゃうんで、うん、多分ね、起こしてこっち流れにするとそんなに少し緩和されるような気がするんですね。じゃあこっちが少し長いんで、切りますね。この辺からパツッと、はい、この辺も芽がこういう短い芽があるんで、それの上でちょっとこの辺も枝が集中して見えるんですけど、この辺残しておきますね、今のところ。うん、後で切れるんで。新葉は12月以降に切ったりするじゃないですか。ああ、そうですね。当初はいつでも切っていいんですか、ね、大丈夫ですね。あ、っていうか芽摘みですよね。芽摘みと剪定をやれるってことですよね。時期があるんですか。あ、いやいや、大丈夫ですよ、今の時期。剪定とかでも、剪定、芽摘み、芽摘みはもう今は芽が伸びてこないんで、だから新芽が出てきて、まあ、ちょこちょこ摘んでくる。そうですね、もう暖かくなってからずっと芽摘み、だから今の時期剪定しといて、うん、いや、いいか。よし、じゃあ針金をかけていきましょう。とりあえず小さい盆栽なんで、あんまり前枝とかも少し残すような形で、はい、あとはこうできるだけ凝縮した形にちょっとしていきたいなというふうに思います。両方見れるようにって言ったんですけど、こっちが良くなったんで、はい、うん、もうこっちに決めて前を作りましょう、はい、多分以前はこちらを正面にして、うん、この辺を裏枝にして頭もそっち行ってますんで、はい、作ってたんだと思うんですけど、そちら正面でですね、はい、で頭なんかもそちらへ起こしてちょっと作っていきたいなと思います。ここら辺もですね、心拍だったら横に持ってきて畳み込むんですね、うん、そうですね、うん、こっち中でグッと下ろした時に、うん、これをこっちへ持ってきて畳み込むんですけど、はい、無理な針金かけられないんで、これをそのままちょっと後ろに少し逃がしてですね、こちらを小さくするという作り方にします。結構当初はね、それでもこういう芽がないところでも切ってもブツ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 吹いてくるんです ね、中の方からね。それがいいとこ、うん、そうそうそう、作り直しやすいか、作り直しやすいですね、芽吹きが結構いいんで、ここは利点としてあるかもしれないですね。この太い枝だと
あとこれを頭に前に持ってこなきゃいけないんで、はいはい、これとこれを 1.5 で切っておきます、はい、頭と差し枝へ。そうですね、頭と差し枝にねじらないということですね。ねずはねずら、ねずらず、ねず、ねず、ねずらず、ええ、で覚えましょう。覚えましょう。ネズミがネズに編み物を編んだ。ネズミシリーズ。ネズミがネズに編み物を編んだみたいな。少し遠く、さっき言ったように少し遠く持ってですね。はい。はい、緩めに。ちょっと緩めにですね。やんわりとかけてあげると。もう切っちゃう。年の今時期だ。これは。なんか小さすぎて。ちゃんとかけられないですね、なんかね。そういうもんなんですかね。やっぱ最後はなんかハサミ作りになるような気がしますね。こういう切って。そんなになんか細かい針金かけを。細かいのをやってますね。やっております。針金はあんまり好きじゃないって言いながらも気になるとかけてしまうと。寒いんでね。はじかめます。ね。上げたいんだな。もうちょい上がってますかね。少し上げたいんです。あ、上がってるな。続いて、はい、針金掛けは一応終わりました。はい、溶合剤ですね、塗っていきたいと思います。足元もね、面白いんでね、これ辺も塗ってみたいですね。上の方は、うん、水水めくったとこだったんで、うん、そこだけは、はい、ちょっとやらないっていうことですね。この隙間はよくあれですね、染み込ませた方がいいですね。なかなかあの腐りやすいんでね、水が溜まってこの割れ目のところですね。塗りたくなっちゃいますね、ここね。ついね、ついやっちゃいそう。というわけで、はい、というわけでこれで、石灰溶合剤を塗ってですね、はい、ちょっとまだ黄色いんですけどね、あのもうちょっと白くなってくると非常にいいんじゃないかな。でもう言っていたこの辺のですね、シャリのこの変化ですね、うん、後ろ行って一回転してこっちに帰ってくるような感じの、はい、うん、でこうつなげて、ここちょっと塗ってないですけどね。であとはあの少しシャリも削ったんで、この辺がもう少しこう自然になってくるといいんじゃないかと思います。この辺ごにゃごにゃっとなってますよね。そうですね、はい、まっすぐじゃないっていうね、ちょっと作為的に作っちゃいましたけど、もうちょっとこれが、自然になってくるといいかなって。であとは棚の方もまあそれなりにちょんちょんちょんとやったんで、ここまでやっとけば、あとはもう来年1年間もう目摘みだけですね。目摘みだけ。目摘みをどん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 積んで、こういうところの棚をね、こういうふうにあの作っていくと。なるほど。はい、いうところでいいんじゃないですかね。Q さんの提案で、こっち流れが逆に流れると。逆に。はいはい。ね、あの良かったと思いますね。うん、反対もですね、とりあえず、一応見られるかなっていうふうには作ったつもりなんですね。うん、そうですね、うん、この辺が少し枝が邪魔なところがあるかもしれないですけど、うん、頭のところをこっちに立て、うん、折り返せばもうできそうです。そうですね、それか頭を逆にこっちに立て替えるような感じでやれば、うん、そっち頭でもいけるかなっていうところですね。この棚は2つぐらいに分かれてもいいかもしれないんで、うん、まあ、これも形ができてきたら来たいと思いますね。この辺の変化があればこっちもないことはない。なるほど、うん、ちょっとたったちょっとでも単調に見えるかな。まあまあ、あのまあまあじゃ出来じゃないかなって。そうですね、はい、正直やっぱ上から見た時にちゃんと配置されてるじゃないですか。ああそうですね、枝が、はいはいはい、それが、うん、やっぱこの商品だけしかやってない人と、うん、その大きい盆栽もやってる人の結構違いかな、うん、なんか、まあ、かもしれないですね。ここまで細かく針金かける人ってなかなかそうですねいないと思う。そうですね、まあ、うん、あとはもっとボテ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 ってこう全体にね、うん、作るような感じの商品の作りが多いんですけど、まあこういう、うん、大きい盆栽に見せられるような針金の描き方っていう感じはするかもしれないですね。そうですね、はい、よく言うパターンいいですか。え、どうぞ。頭もうちょっと低い方がいいなって僕思っちゃう。あ、これね。そうそう。どうなんですよ。はいはいはい。うん、そうですね。そうですね。畳み込んでね。畳み込んじゃダメなんでしたっけ。うん、いやいや、畳み込んで悪くはないですけどね。これを僕が言うと、うんうん、ここからまた作業が始まってしまうのかなっていう始まっちゃいますね。ちょっとやりたくなってきましたね。でもね、そう言われると、いや、そうなんですよ。あのちょっと一回ね、そう、確かにね、ここはね、うん、少しちょっと単調というか、あとは針金かけて大丈夫かどうかっていうところだけですね。あ、なんかいろんなところ気になってきた。これの針金がちょっとね、そうですね、全然ちょっとだけやってみましょうか、
ちょっとだけ、ちょっとだけ、そうするとね、ちょっと無理した。ねじらなければいい。ねじらなきゃいいんですよね。ここを少し畳みたいんだよな。でも十分。でもちょっと枝が、はい。うん、この後のこの芽の出方というかね。そうですね。そういうのもあるんで。はい。まあ、ちょっとだけ畳みましたけど。ちょっとだけ畳んでくれました。はい。はい、来年、ジェニカも、はい、目摘み作業して、棚をきれいに作っていきたいと思います。うん。いや、図書もいいですね。あ、そうですね。図書もね。図書の魅力。はい。商品防災やってる方はね、まあ、難しいって言いましたけど、うん、ぜひチャレンジしてもらって、うん、はい。図書も楽しんでもらえればと思います。うん、で、これ、リクエストあったじゃないですか、うん、図書みたい、はい。これ以外にもリクエスト、昼間さんにありましたら。あ、そうですね。はいはい。あったら言ってください。はい。ぜひ、大根でもいいですし。大根。チューリップとかね。チューリップ。はい。とかね、なんか、はいはい、あったら言ってください、はい、ちょっとこれがまた接近しちゃったらこれダメですね、作業は続きそうなので、続きそうなんで終わりにしましょうか。はい、はい、というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、あ、これ一本ちょっと枝折れちゃったもん、ね。今2本目の針金が、2本目の針金がかけられております。はい、優しくと言いながらもなんか割とだんだん厳しく、しっかりだんだん厳しくなってきております。なっております。コメントでそういえば、昼間流というのもありますが、川崎流のが厳しいんじゃないですかと。あ、なるほど、コメントが来ましたが、 ありましたね。あと多分その通りですね。その通りですね。意外とね、川崎流は厳しいです。川崎流厳しいですし、はい、コメントで川崎先生の動画がいいって、ああストレートのやつありました。あ、ツイッターかなあれ。ヒンマさんじゃなくて、そうそう、川崎先生のがいいって言われて、よっぽどいいねしようかなと思ったけど、いや、ちょっと少なかったからですよね、最近。あ、いや、わかんないですけど、昨日アップしたのかな、この動画で、うん、クリスマス、うん、イブに、ええ、川崎先生の動画アップしたんですけど、あ、はいはいはい、結構いい伸び。あ、なるほど、あ、取れた、枝が。しかも後伸びしてるのが嬉しいんですよね。あ、それいいですね、うん、後伸びする動画はなんか後々も見てくれるんで、一応今日お正月の設定ですよね。今日お正月の設定なんで。今年の抱負は。その、あ、そっか、そういうことか、はい、今年、今日忘年会でも喋りそうな気がしますけど。ああ、そうですね、どうしようかな。 YouTube でね、ちょっとなんかやること考えないといけないかなって思ってますね。なんかやることを考える、うん、っていうかほら、なんか大体一通り1年2年やってくると、あ、かぶってくるから、うん、かぶってくるから、まあそれを繰り返しがいいのか、最近やってるそのあの木どうなったみたいなやつはでいいのか、まあ、それもありつつ、うん、昼間さんの盆栽園タイム、あ、そうそう、それがね、昼散歩、昼散歩をね、ぜひそうなんですよ。昼間さんが行きたい園を、行きたい園をですね、決めて、はい、で撮影の許可を僕が取って、そうですね、それで行くっていうね、で行くっていうのがいいですね、それがいいですね。昼散歩、有給たくさん使っていただきたい。平日ですかね。そうなんですよ、お宅を拝見ね、行きたいんですけど、お宅を体験。じゃあちょっと、メールの方にですね、DM でも何でもいいので、はい、うち来てくださいとか。ああ、それね、本当の素人の方のね、素人の方でも、はい、まあ、プロの方でもいいんで、今さん来てっていう来てっていう人は、はい、ご連絡ください。そうですね。で、一応動画になるかどうか、そして我々も多分移動で1日使うと思うんで、はいはい、ある程度の情報僕の方にだけ送ってほしいです。ああ、そうですね、事前にね、事前に、はいはい、できれば関東の方で、できれば関東で。ただちょっと離れてても、ね、あの交通費いただければ、いただければ北海道でもね、北海道でも全然行きますね。全然行きますし、それはもう有給取っていきましょう。あ、そう、その時はもう有給ですね。間違いなくね。散歩じゃなくなっちゃうから。昼まで飛行機になっちゃう。昼旅行。昼旅行ですね。いいかもしれないですね。うん、だってお店だとしても宣伝になりますからね。そう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 。そうですね。YouTube でね。YouTube で出れば。いいじゃないですか。ただ行って、ええ、なんかあんま良くなかったなってなったらボツにする可能性か。、ええ、ありますよね。だってまあしょうがないですね。それがもしそれでも公開してくれっていうなら、うん、そうですね、僕たちがちょっとうーんって言ってる可能性もあります、ね、ありますね、まあ、もしかしたら爆買いがあるかもしれないし、爆買いもあるかもしれないし、ちょっとどうなるかわかんないけど、まあでも宣伝効果は、うん、いいんじゃないですかね。あると思うん ですよ、ね、プロの方でも、うん、ぜひ
ぜひご連絡ください。そうですね。そう、そういう意味ではね、少しあの北関東の方とかね、行きたい。あっち側もいいですしね。五葉松の生産地の方に、そうなんですよね。気持ち的には行きたいです、僕ら。そうなんですね。私も五葉松大好きなんで。呼んでください。ぜひね、そちらの方の方で、はい、交通費ぐらいなら出してやるよっていうね。あ、まあ北関東なら大丈夫ですかね。普通に行けますね。それぐらいなら大丈夫ですって。うん、山に生えてるのとか見たい、まあ今の時期無理ですけど、うん、そうですね、自生してる行きたいですね。五葉松とか見たいですよね。見たいですよね。五葉松好きなんです。五葉松、うん、ね、糸魚川の方はちょっと交通費もらわないといけない、うん、そうですね、そうですね。そうですね。でも盆栽園ありますからね、あっちのもね、うん、あとは長野の方とかね、長野の方とかね、行きたいですね。行きたいな。大寒天、はい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 、ちょっとあんまどう言っていいのか分かんないですけど、うん、要は平松さんのとこと大野さんのところは人だかりというか写真撮ってくださいみたいな、ああなるほど、あっ YouTube の影響で、影響で、あらそれは良かったですね。で正直全体的には売り上げがそこまでなんか良くなかったっぽい、なるほど、雰囲気なんですけど、まあ、大野さんのところは結構売れたと、なるほど、そのぐらい宣伝効果あります、あそういうことですよね。そうです。あでそれで商売につながればね、全然つながると思いますね。ぜひとも呼んでください。そうですね。個人宅の方はなかなかね、いろいろと、ね、場所がとかあると思う。特定されちゃったりとかね、まあ、モザイクぐらいは入れるんで。そうですね。宅配券。宅配券行きたいですよね。ね、あいいな、27日。使えないか。27日ね。いや、もう多分この、ね、あ、そうか、まだ公開してないか。止水、止水、止水、止水鉢、原さん、原さんですね。のところに、行きますね。そうですね。商品では有名な方ですよね。交互期待、商品っていうかミニですよね、うん、私があれかな、なんかやっぱり商品っていうかミニをやるきっかけになった方のような気がするな、はい、そう、安行でね、よくお会いしてね、一応メインは鉢、どうなんですかね、鉢作りを、あ今回はね、動画としてはただ、そのミニの腕も超一流だって、うん、あそう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 、どっちかっていうとそちらは先なんでしょうからね、多分そうですね、うん、あなんか木の見る目線がこの先端をどうやって取り消して小さく作ろうかっていう目線なんで、うん、5月のね盆栽祭りとかにもよくいらっしゃって、あそうですか、あそうなんですよ、ほとんど毎年出店してる、じゃなくてお客さんで、あで当然のところにも来られて、ああ原さんってご挨拶だけはするんですけど、目線がもうこうちっちゃい先端見てますからどこで取れるかなっていうね、もう常にもうミニのことを考えてますよね。乞うご期待。乞うご期待ですね。です。はい。